どうも、空中ポイの平田です。今日はカープの試合がなかったので、阪神とベイスターズの試合、こちら振り返っていきたいと思います。めちゃくちゃいい試合だったね。2年目の男森下がもう大活躍、阪神クリーンアップも大活躍、浜口もいいピッチングしたんだけれども、あの終盤8回に、ダメ押しされてっていうね、そんな試合でした。まず初回ワンアウトランナーなしから2番のオースティンのホームランでベイスターズが先制と。オースティンね、今シーズン初ホームランで、まあ、ただオープン戦でもね2本ホームラン打ってて、まあ、去年一昨年と怪我で思うように一軍で出れなかったんだけれども、2021年シーズンこれ打率は3割台で、ホームランも28本打ってるってことでね、まあ、1年通して怪我なく出続ければこんぐらいの成績を残してしまうというオースティン、これが2番にいるんでね、やっぱりなかなかベイスターズ打線もいいなと思いました。続いて2回ワンアウトから関根がヒットで出塁と、この関根今日は3打数3安打の猛打賞。開幕戦はねセンター梶原が出てて、でまあ今外野で言うと佐野と渡来は決まってる、あとセンターは誰だっていう中で、この関根がね、これから出てくんじゃないかなと思います。春も調子良くて3月4月打率は3割4分4厘で、今日6番で出てたんだけど、この6番での打率ももう3割4分残してるっていうことでね、関根が6番に座ってまた3割台とか打ち始めたらね、もう大変なことになるのかなと思います。でそっから2アウトランナー2塁になってバッター8番の石上、レフトへのタイムリーで2点目と。ルーキーじゃないって、今シーズンの打率は2割並ぶ8厘で、今日までの5試合全部出場して、そのうちの4試合でヒットを打ってると。ただ得点圏では3打数無安打だったんだけれども、今日の試合でチャンスに1本と、で昨日の試合に続いて2試合連続打点ということでね、この石上のバッティングもいいんだけども、これ足も速くてね、オープン戦では盗塁王の5盗塁で、さらに守備でもね肩が強くて、うちのね開幕カードももう小園だったりの、まあこのあたりの足の速いバッターのショートゴロを難なくさばいてたんだね。わあ、今ベイスターズでいうすごいルーキーっていうのは渡来ってなってるけど、この地味に石上もすごいっていうね、いい選手だなと思いました。で2対0となったあと4回の裏、先頭オープン戦打率1割3分だった中野がヒットで出塁で、そっから3番の2年目森下のツーベースでランナー2塁3塁となって、バッターは4番の大山、レフトへのタイムリーでタイガースが1点返すと。開幕からあんまり調子が良くなかった大山、昨日までの打率は1割3分3厘開幕戦では3三振なんかもねやった大山が、今日この試合で今シーズン初打点を挙げたということでね。まあ言うても去年の3月4月は打率3割台。で、得点圏も3割3分とね、しっかりと結果を残していたんで、まあ3月4月終わる頃には、どうせこんぐらいの成績を残しちゃうんじゃないのかなと思います。で、そっから6回のランナー2塁の場面でバッターは3番森下。ツーランホームランでタイガースが逆転、2年目じゃないって。ただ森下昨日までの打率は0割並ぶ1厘打ったヒットも日曜日に放ったホームランの1本だけというね、あんま調子は良くなかったんだけれども、今日は4打数の2安打2打点ということでね、まあ去年の3月4月の得点圏打率ももう3割5分超えだったんで、まあ大山同様この森下もね、まあ、徐々に調子を上げてくるんじゃないかなと思います。でこの森下はヒーローインタビューで、バッティング練習でもあんな飛んだことないですね。バッティング練習以上のものが試合で出ました。はい。でもう打った瞬間もね手応えあったんで、
まあ、走らなくてもいいかなと。でね、タイガースファンの皆さん、1、2、3打席目で打てなくても、4打席目は打つので、期待して応援してください。というコメントを残していて、まあ、2年目のシーズンってだけあって、ハキハキ喋って、まあ、ところどころで、笑いもね、撮ったりしてっていうね。もう僕もね、ヒロインと見てたんですけど、ちょっと面白かったですね。で、今日先発の絶対試合作るマン、伊藤将司は7回投げて、被安打5の2失点。球数はなんと72球の超省エネピッチングで、今日も元気に試合を作ったと。まあね、でも今日序盤から調子も良くなくて、まあ、オースティンにホームラン打たれたボールも高めのボール。で、2回石川に打たれたのもね、高く入ったスライダーってことで、まあ、序盤から結構球浮いてて捉えられてはいたんだけれども、4回から7回までの4イニングではしっかりと修正して打たれたヒットをわずかに1本というね、まあ、さすがの絶対試合作るマンだなと。去年の QS 率も 85.7% でリーグ2位の成績。21試合に登板して自責点4以上取られた試合をわずかに2試合だけというね。今年の目標は全試合クオリティスタートという絶対試合作るマン伊藤将司。この伊藤将司が来週投げる相手はカープなんでね、僕も現地観戦しますけども、これはまた怖いぞと、また試合作られるんじゃないのかなと思います。で、今日のベイスターズの浜口も素晴らしい投球だったね。5回3分の1を投げて7奪三振の3失点。まあ、もうね、森下に打たれたツーランも、あれ、低く落ちてたからね、全然甘く入ってない、全然失投じゃない。あれ、森下が一枚上手だっただけだから、本当にね、ストレートとチェンジアップ、このあたりの緩急使いながらのピッチングということでね、で、浜口の課題であったフォアボール、去年の四球率は 4.63 と、こういうピッチャーだったんだけれども、今日与えたフォアボールはわずかに一つだけというね、っていうところもあって、まあ、去年までの課題をね、しっかりと克服していて、今年の浜口はちょっとね、怖いなと思います。で、8回の表はゲラがマウンドに上がって、まあ、先頭関根にね、3本目のヒットを打たれて、でそこからワンアウトランナー二塁ってピンチを招くも、このセカンドランナーの責任を牽制でアウトにして、で、最後は調子のいい石上を160キロのストレートで三振を奪うというね。また阪神に優秀な外国人中継ぎ入ってきたぞと。もうこのゲラね、もう開幕してから2試合で自責点は0。で、オープン戦も6試合登板して自責点0というね、オープン戦から数えたら8試合自責点0の男。岡田監督もこのゲラに対して、ランナー出ても慌てないっていうかね、牽制もランダーまで行ってたし、最後は三振で終わりたかったんですかね。力入ってましたけど。っていうコメントを残していて、まあ、前回登板のジャイアンツ戦でもランナー出しながらもしっかりと自責点ゼロに抑えていたんでね、岡田監督もそのあたりをしっかりと評価してるんだなと。で、ゲラが好投した裏の回のタイガース、ランナーなしから近本がホームランで、これで4対2とダメ押しのホームラン。まあ、近本もね、開幕カードではヒットはわずか2本とあんまり調子良くなかったんだけれども、昨日の試合では3ベース2ベースの2本、そして今日は単打とホームランということでね、2試合でサイクルヒットを達成したこの近本浩二。まあ、去年もね、ホームラン8本打ってるんだけれども、そのうちの7本がランナーなしの状態で打ったホームランということで、ランナーなしだったら厳しいコースついていかないといけないぞと。ただそれで厳しいコースついてフォアボールなんか出したりしたら近本には足があるんでね、っていう考えるとやっぱりなかなか打ち取りづらい、厄介なバッターだなと思います。そっからまたチャンスを作って一塁三塁、
バッターは5番のアイブラック兄ちゃん、テル。ここでタイムリーを放ってね、タイガース5点目。このテルは京セラ打率3割超え。そして横浜戦の得点圏も3割超えということでね、ベイスターズは明日もテルに警戒しないといけなさそうです。でこのテルも全然調子良くなくて、昨日までに放ったヒットわずかに1本、6三振とね、あんまり当たってなかったんだけれども、ここでタイムリーと。で、これでね、今日の試合はクリーンナップ全員に打点がついた。というところでね。まあ、開幕してからチームが調子悪かったのも、このクリーンナップが調子悪かったからなんでね。このクリーンナップが打ち始めると、またチームも調子上がってきてね。っていうシーズンになりそうで、怖いです。9回は去年のセブン、岩崎がマウンドに上がって、なんと6球でベイスターズ打線を打ち取ってのタイガース勝利ということでね。対戦成績は1勝1敗となりました。今日はね、なんかもう本当に気楽な気持ちで、阪神と横浜見ててね、楽しかったですね。で、森下もね、活躍したんで、ちょっと嬉しかったです。はい、ということでね。で、明日の両先発は、タイガースベテランの西。で、一方、ベイスターズはアンダースローピッチャーの中川ということでね。タイガースは開幕カードでアンダースローの高橋礼にやられてるんでね。このあたり、またアンダースローが出てきたんで、どう対応していくのか、これも楽しみにね、見ていきたいなと思います。はい、ということでね、楽しかったです。今日も一日お疲れ様でした。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。